回は三条木屋町にある長浜ラーメンさんの紹介やでな。三条京阪を降りたら、三条大橋を渡って、木屋町方面に歩いていきましょう。この三条大橋には、都市伝説の池田や騒動の刀傷があるでな。今回は少し尺を長く取ったので、この刀傷を見ていきましょう。木屋町通りから数えて、ちょうど2本目の柱の上にあるでな。池田屋事件とは、京都守護職、配下の治安維持組織である新選組が襲撃した事件である。結構生々しく、残ってる跡や境、すぐにわかると思うので、三条大橋を渡るときは、気にかけて見てみてな。そんなこんなで、三条木屋町に到着やでな。さあやってきました、博多長浜ラーメン、三好に到着です。今回も昼時は外したので、普通の料金で注文します。基本的に長浜ラーメンに来るときは、ベロベロに酔っているときが多いので、昼に来るとなんか新鮮やでな、わら。それがまたうまかったりするんやけどな。宮川大輔さんのサイン発見、わら。来ました、豚骨ラーメン、早速いただきます。スープはもちろんこってりで、一蘭ラーメンや、寸胴屋と似てる味やで。チャーシューはよく蒸されていて、柔らかくて、口の中でとろける感じのやつな。麺はもちろんで細麺やでな。ライスを頼むとついてくるカクテキが、甘辛くて美味しいから、気になる人はぜひ食べてみてな。これな、今映ってるこのキムチ大根やでな。長浜ラーメンを食べに行くときは、ベロベロで行くのがベターやで、忘れんといてな。ほな、チャンネル登録してくれたら、頑張れるからよろしくやでな。